って今いただきました。もうこの気持ちわかりますね。寝起きなんです ね、 寝起きなんでしょうね。人間もこんな顔になってるんですね。やっぱりどうなってるかちょっとしたっすね。メジャーリーグのヌートバー選手みたいな感じですまあでも睡眠大事ですよ。ほんとこのケール君のようにね、皆さんも休み休みでいきましょう。ではこれで失礼します。処理水が想定通り薄められているかトリチウムの濃度を測定しています。結果は明日午前中には分かる見込みで、その結果と気象条件に問題がなければ午後1時頃にも放出を始めることを検討しています。東京電力ではこれまでに設備のシミュレーターを使った訓練を行っています。幸せも感じられるんですよ。処理水の放出にはこちらの機械